車輪配置2から6から6から6は、関節式機関車の車輪配置で、一軸先は、二組の三軸動輪、三軸重輪で構成されるものを指す。アメリカ式分類での相性は、下記の、アレンゲニー。2から6から6から6型は2クラスが、製造されたのみである。どちらもライマ機車製造会社による、チェサピークオハイオ鉄道の H8 形状機機関車、アレンゲニーと、 バージニ、アン鉄道の、ブルーリッジである。2から6から6から6型機関車は、1941年末に、H、H-8、アレゲニークラスが、チェサピークオハイオ鉄道向け、1944年に、これの同系機が、バージニアン鉄道向けに開発され、ブルーリッジの愛称で呼ばれたすべて、ライマ機関車製造会社で製造された。アレゲニーの名称は、 C&O の石炭を運搬する路線のアレゲーニー山脈に由来する。H-8 型の開発以前に、チェサピークオハイオ鉄道は、ウェストバージニア州で算する石炭を輸送するのを主とした鉄道で、このうち東き運搬列車は、アパラチア山脈の一部であるアレゲーニー山脈を重い石炭車多数を引いて超える、運転をするため強力な機関車が必要であり、 古くは、マレー式機関車や、シンプルマレーを使用していたが、どちらも速度はさほど出なかったので、この3 0越えの高速化のために、新しい機関車が必要になった。まず、新大鉄道は1925年に、ライマ社が、テキサスパシフィック鉄道に納入したに、軸樹台車で、過失を支えることで出力を増大させた、車軸配置2から10から4の機関車に目をつけ、 これをシンプルマレーの代替に使用したが C&O 鉄道の輸送量や購買ではテキサス機関車でもまだ力不足だとして動輪6軸でボイラーをさらに拡大した機関車を注文し受代車が3軸でないと支えきれないと分かったことからまず2から12から6の機関車が設計されたしかし検討していくにつれ2つの問題が明らかになった一つは レールの摩耗が激しくなること、もう一つは6軸動輪を動かすシリンダーが、新安道大鉄道の車両限界でも入りきらないということで、このためかつて、マレー式で行われたように動輪を前後に分け関節式にして、レールへの負荷を下げ、シリンダーを4つに分散することで個々の大きさを抑えることにし、車輪配置2から6から6から6のシンプルマレーが設計され、 H-8 型の形式名と超えていく300名からアレゲニーの愛称が付けられた。この H-8 型は1941年12月から納入され始め、形態的に初期型、中期型、後期型の3タイプに分けられ、その際は以下のようになる。アレゲニーは通常ウェストバージニア州のヒントンのヤードからバージニア州との境。 アレゲニートンネルの東出口まで13マイル連続の5.7パーミルを含むアレゲニー越えに使用されていたが、この列車は石炭車140両11,500メートルとの前後をアレゲニー同士2両の重連で固め、後部補給は万が一にもカブースを押し潰さないように自分の巨大なテンダーの後ろに連結しているという構成で、機関車の巨大さがより際立って見える光景になっていた。 23両が旅客輸送の蒸気暖房装置を備えていたが、旅客輸送では存分に高出力を発揮することができなかった。実践的な試験では1943年8月12日、牽引力を測るダイナモメーターカーを従い14,083トンの列車を引いてライムビルの丘に向かい、 10パーミル勾配を一度停車した上で放棄なしで引き出し、ドローバーパワー7375馬力を維持して、走行、最高で7500馬力を出すことに成功した。戦後アメリカの大手鉄道が一斉にディーゼル機関車を導入する頃になっても、戦後アメリカの大手鉄道が一斉にディーゼル機関車を導入する頃になっても、C&O 鉄道は、 アレゲニーの追加発注を行い合計60両が製造されたが1956年には最後の車両が引退した。H-8 は重量が重いゆえ軌道に与える損傷も大きく保線周期が短かった。アレゲニーはミシガン州デトロイト郊外のディアボーン、ヘンリー・フォード博物館2601号機、メリーランド州ボルチモアの ボルチモアハイオ鉄道博物館2604号機が保存されている。通常の運搬列車牽引時では5000から 6000HP。このテキサス機関車の牽引力はブースターを使用する低速域で49トンあり、シンプルマレーより強力だった。最終的に完成した H-8 型はボイラー直径が最大で2.77メートルもある、太いものになった。 なお巨大機関車で有名なビッグボーイのボイラーは最大直径2.41メートル。P397 ハットスモークコンシューマー。過失側面についているパイプ。これはアレゲニーに限らずアメリカでは普通。炭鉱のあるラッセルからエリー・コハに北に向かう最初の難所。ヘンリー・ホード・ミュージアム。ハット・ザ・ビー・オーレール・ロード・ミュージアム。ありがとうございます。